タイフェスティバルは毎年来てるんですか？昼間から来たのは初めて。いつも夜の売れ残りぐらいは来てるんですけど、はい、昼間の雰囲気はどうですか？すごいお祭りみたいに賑わって超楽しい、ね、すごい楽しい。今何を食べてるんですか？タイラーメンです。モツが入ったタイラーメンです。どうですか味は？もうたまんない超うまいこれは何ですか？これはこれ汚いエビの肉揚げ。これもすごい美味しかった。美味しそう。他にも何かいろいろいただきました。あとはタイビールと南部カレー。なんだっけ、グリーンカレーとあと牛肉と唐辛子もすごい1対1ぐらいで炒めてすごい辛い。へえ。食べました。もともと大料理が好きなんですか？そうですね。でも今日みたいに辛くて。ですごいなんか味がスパイシーで本格的なものは初めてで、すごい美味しかったです。毎年のようにここには。あでも何回目ぐらいですか？ここ3年ぐらいは来てるんですけど、でも昼間来たのは。ちなみにどちらから？は東京新宿と世田谷。あ、はい、割と近い。近いです。今日は大満足みたいな。大満足。お酒飲みました？ビール。お酒飲みました。今日は何時ぐらいまでここにいる予定ですか？あ、飽きるまで。でも夕方ぐらいには。まあ寒くなったら帰る。飽きたら、飽きたら帰る。わかりました。ありがとうございます。はい、どうも。今日はご家族ですか？うん。お仲間？ご家族？友達。友達？あ、毎年タイフェスティバルには来てるんですか？毎年もう大好き。今食べてるのは何ですか？これはラーメン。これだよ。これだよペ。あ、アイルラーメン。ちょっと辛いんですか？辛い。辛い。アイルラーメン。え、何じゃない。それは何ですか？ハラム。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 赤飯みたいで、タイの赤飯。ココナッツミルク入れて、砂糖入れて。じゃあ味は甘いんですか？甘い。あ、すいません、ありがとうございます。いただきます。美味しいですね。甘いです。お父さん日本の方？あ、国際結婚。何話しのよ。あ、子供子供。日本のいいところは？日本のいいところ。お父さん日本人。あ、日本人。好きなところ？あー、いいとこないよ。何でもいいわ。何でもいいよね。うん、全部がいい。うん、全部がはじゃないで、だいたい 90% だな。じゃあ、嫌いなところは？嫌いと父さん。ダメじゃないですか。よじゃ、呼ばないで。父さん、うるさいのよ、毎日。お父さんはタイに行かれたことはありますか？あります。どうですかタイは？タイはチェンマイですから、はい、田舎ですごくいいですよ。そうですか。え、何かチェンマイで美味しい食べ物とかある？食べ物はもう なんていうの、自分の畑で採って最後はね。家も建てる。あと1年半くらいかな。移住タイ。あ、そうなんですか。じゃあその後はずっとタイで。その後はずっとタイで生活をするんですか。そうです。お仕事はもう引退ですか？いや、もうリタイア。リタイア。ああ、もうじゃあタイでゆっくり。余生をというか。そうそう。いいですね。羨ましい。土地もいっぱい買ったし。すごい。
匹寄り。ちなみに現役時代は何業界で？ゼネコン。あ、ゼネコンですか。ゼネコンの現場監督。ああ、なるほどなるほど。素晴らしい。まさか。本当ですか。奥さんとはどこで知り合ったんですか。あ、バンコク。バンコクに行った時に海合い。海外派遣する、海外派遣の海外にいたんですよ。で、その間にバンコクで、あの竹中工務店の親友が、のメイドさんの紹介で、で、運営したんですよ。第一印象はどうだった。言葉喋れない、何も喋れない。じゃあ心と心で。ありがとうございます。どうもありがとうございました。貴重な話を。タイフェスティバルには毎年来てる。そうですね、4、5年ぐらい前からずっと来てます。フェスティバル7年目ぐらいまで結構昔から来てる。そうですね。タイフェスティバルの魅力というか楽しい。やっぱり美味しいお酒と美味しいご飯じゃないですかね。タイに住んでいた時もやはりタイ料理というのが好きだった。はい、好きです。でも今第2のお袋の味みたいな。まあ言っちゃえばそんな感じですかね。すごい懐かしい味なんだけど、昔は親しんだ味なんで。お小さい頃、小さい頃、小学校1年生から3年生終わるまで。タイのバンコクで。バンコクです。バンコクだと味付けっていうのは辛いとか甘いとか地方によって違う。どうでしょうね。タイ、やっぱり北部とか南部とかの味をあんまり知らないので、日本人でもすごく親しめるというか楽しめる感じなんですね。だと思います。大人になってからというか、タイに旅行とかには行ったことはないですか。去年夏に行きました。その時どうでした。昔とちょっと違っていた部分とか。ああ、モノレールができてました。発展してましたか。昔はなくて渋滞すごかったんですよ。モノレールができて移動が楽になったんで結構綺麗になりましたし。彼女さんですね。ご一緒に行かれたんですか。いや、違います。タイに行ってみたいですか。行ってみたいですね。ただどういったところに行きたいですか。ちょっと足を運べば遺跡とか料理とかも料理も食べてみたいです。タイ料理を作ったことはあるんですか。そんな大変だからなんかこの前タイの去年調味料買ってきたけどね。タイの調味料を使って適当に料理をぐらいできるんですか。炒めぐらいです。炒めぐらいです。それ彼女さんが作ったり。味的にはどうでしょう。美味しいと思います。美味しいと思います。辛い甘辛いとかそんな感じじゃないですか。タイの魅力をズバリどういったところでしょう。タイの魅力ですか。やっぱりそうですね、食事と綺麗な海とですかね。タイの人々っていうのはやはり日本人に対してすごく友好的。かなり友好的です。人が良い。そうですね。